俺はシシャモが好きだからさ、シシャモのガクチャンネル。こんにちは、ガクちゃんです。前回のね、きっとあの漫画のせいをシシャモ大好きおじさんがメトロノームに合わせて弾く動画に引き続きまして、今回はね、明日もをシシャモ大好きおじさんである僕が再びね、メトロノームに合わせて演奏してみたいと思います。それでは早速聴いてみてください。どうぞ。はい、いかがでしたか？楽チャンネルでは動画の演奏に対応した楽譜も販売中ですので、そちらもね、説明欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それにしてもね、明日もいい曲だよね。前回のきっとあの漫画のせいの時も言ってましたけど、もうベタ褒めしちゃうよね。
明日もはね、こう頑張ろうソングっていうか、こう応援ソングで、僕個人的にそういう応援ソングがすごい好きなんですよね。だからやっぱ歌詞もね、こう友達とのことで悩んだりとかね、あと勉強とかね、恋愛とかいろいろね悩むけど、折れないで、心をね折れないようにして、あの自分にねヒーローを重ねて頑張ろうって、明日も頑張ろうっていうね、もう素晴らしい歌詞っていうか曲なんだけど、まあ、あの中高生に人気っていうけど、もう30になる僕もね、もうめっちゃ癒されてるからね、もうししゃもってすげえなってね改めて思いましたね。だからやっぱこう人生を応援されたいんですよ、結局ね。何にしても、まだ語り出したら長くなりそうなんでやめときますね。そう、 あとあれ M ステね、ししゃもね M ステに出るんですよ。で明日もを演奏するってことなんで、でその時の M ステがあのなんとね、ししゃもとあとリサさんね、ソードアートオンラインの、ね、映画の主題歌を歌うっていう。であと X ジャパンも出るし、平井堅さんも出るし、もうやばいよね、やばい。もうその日の M ステは見逃せないですね。はい、そんな感じで、まあ僕はね、あの今日20日なんで、2月20日なんで、日付変わったらもう多分フライングゲットできるフラゲ日ですよね。だからもうフラゲしちゃおうかなって、死者も4、4じゃなくて4買いに行こうかなと思っております。はい、そんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録をお願いいたします。 Twitter、Facebook などの SNS や関連動画もね、チェックしてみてくださいね。それでは今回はこの辺で。したっけなー。